本日は第3回いいね地方の暮らしフェアにお越しいただきまして本当にありがとうございます。今日は地方暮らしと移住に真剣に向かい合っている皆さんと、移住に興味はあるけれどもどちらかというと AKB の方に興味がある皆さんと聞いております。早速先ほどゆるキャラ紹介のところで岡山県の桃地浦地にも熱い声援をかけていただき本当にありがとうございます。岡山県でも人気なんですけれども、ここまで熱く応援してもらったことは多分あまりない。非常にテンションが上がっている状態でスタートできて大変嬉しく思っているところでございます。実は我々、47人いる、小池さんも含めて47人いる、知事の中で、若手の方のどこが若いんだって言われるかもしれません。でも知事の中では若い方の13人が集まって地方の暮らしをぜひ知ってもらいたいということでこのフェアを開催いたしました。実は地方素晴らしい景色があります。自然があります。また食べ物も美味しいんです。で、子育ても実はしやすい。でも仕事のこととか子育て本当に大丈夫かなっていうふうに不安に思われている方もいらっしゃるかもしれません。で、ぜひそうですね、そうなんです。すずの番地はここにないはずなんです。ですからこの13件ブースも出してます。今日いろいろなセミナーもやります。 AKB の皆さんを応援する合間にぜひこのいろいろ見て回っていただければなと思います。あまり長い話をするとどんどん盛り下がりますので私の話はここら辺にして、それではいいね地方の暮らしが始まります。よろしくお願いします。AKB48 のチーム AKB4 に続く5つ目のチーム、チーム8の皆さんです。1名が選ばれた47人のメンバーで構成され地方創生のためともいえるチームユニットです。メンバーはそれぞれが代表する都道府県を拠点に地域に根ざした活動を行いながらチーム8として全国各地で会いに行く活動を行っています。さあそれでは AKB48 チーム8の皆さんによります応援リレーをお届けしましょう。それではチーム8の皆さん、宮城県はとても自然に恵まれた地域ですし、100万都市の
の仙台市を抱える東北の中心地でもあります。自然が豊かで都会の便利さも兼ね備えたとても魅力的なところです。農業や漁業もとても盛んで名物がたくさんあります。ご存知の通り笹かまや牛タンもあるんですけど、サンマもとても有名で、秋になると生で食べたり、あとはあれですね、サンマの丸ごと唐揚げなどもおすすめなのでぜひ食べてほしいなと思います。気候面でも東北の冬というと厳しい寒さを想像する方も多いと思うんですけど、市街地や海沿いは意外と雪が少なくて夏も30度を超えるような暑い日が少なくてすごく快適で過ごしやすいところです。そんな宮城県を表現するキャッチコピーがちょうどいい宮城県、程よく都会で程よく田舎でもある宮城県のちょうど良さをぜひ実際に体感してみてほしいです。昨日は平昌オリンピックで宮城県出身の羽生結弦選手が金メダルを獲得したりとか、本当にスポーツも盛んな宮城県なのでぜひ皆さんに遊びに来てほしいです。大好きな宮城県をこれからもたくさんしてほしいです。よろしくお願いします。ください。滋賀県ブースは入り口入ってすぐのところです。皆さんぜひ来てください。ありがとうございました。以上、滋賀県でした。それでは
を入れており、電車を持たない森の幼稚園の運営を全国に先駆けて助成しています。県内には7カ所の認証を受けた森の幼稚園があり、今年度からは保育所、幼稚園などが行う自然体験活動に対して鳥取県独自の認証制度も創設して支援しています。子育てを機に鳥取県に移住している方も増えています。移住の際に必要な就職についても今まで以上にサポートできるよう県立ハローワークを立ち上げ相談に応じています。鳥取県には企業が少ないと思われがちかもしれませんが、世界でも活躍する技術力の高い企業や一人一人の能力が発揮できる企業などいろいろあります。鳥取県を一緒に盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。私が一番おすすめしたいのは阿波踊りなんですけど、太鼓の音がお腹まで響い
高知県には雄大な太平洋や清流四万十川、坂本龍馬やカツオのたたきなどたくさんの魅力がありますが、一番の魅力は何といってもどこにも負けないその暑さです。2013年には国内最高気温41度を観測。そうした暑い夏の中、踊り子たちの熱い情熱がはじけるよさこい祭り、よさこい祭りの魅力に惹かれ移住される方もたくさんいます。さらに気さくで人懐っこいのが高知県人、初対面でもすぐに仲良くなってしまう熱い人情で県全体が一つの大家族。こんな高知県には昨年度1000人以上の方が移住し、高知県の家族になっています。高知県には今さまざまな分野で皆さんのチャレンジや活動を求めるフィールドや仕事がたくさんあります。ぜひ皆さんも日本一熱い高知県の家族の一員になりませんか。あったか高知、あったか高知で待ち受けね。私のふるさとです。春は桜、夏は爽やかな風やホタル、秋は紅葉と果物、冬はウィンタースポーツと満天の星空。四季の彩りが鮮やかで、毎日新しい発見や楽しみがたくさんあるんです。この季節の楽しみ方といえば、みんなでスキーやスノーボードを一日楽しみ、温泉で冷え切った体を温めること。私も今年は5回ほどスノーボードに行ったんですけども、で長野の、ね、雪はすごい雪質がいいので、ぜひ一度来ていただいて、また温泉に入っていただいて、本当に温泉に入ると気持ちよくて身も心も温まります。そんな私が大大大好きな長野県にぜひ一度お越しください。白桃やマスカットなどの果物、ジャージー牛乳、瀬戸内海のお魚など、四季を通しておいしいものが楽しめます。 B 級グルメのヒルザン焼きそば、牡蠣が入ったお好み焼き、牡蠣おこや津山ホルモンうどんもおいしいです。私が住んでいるところも都会的な便利さがあり、のんびりした田舎もあり、ちょうどいいところです。皆さんに岡山県の良さを知ってもらい、岡山県での暮らしに興味を持ってほしいです。皆さんもぜひ私の住んでいる岡山県に一度でもいいので遊びに来てください。はい、ありがとうございました。それでは最後に宮崎県お願いします。はい、宮崎県の樋口千穂です。全国的に寒い日が続いている中、宮崎最近17度を出しました。楽しめる気候なので、今はプロ野球やサッカーのキャンプ、野球好きな人、サッカー好きな人、はい、そういう人たちで大いに賑わっております。はい、のどやかな宮崎でゴルフやサーフィンといった自分の趣味を見つけながら、宮崎でエンジョイライフを送ってみませんか。宮崎で待ってるよ。それ、シーン
よと写真撮って横まで入ってきて後ろ立ち止まらないでください。Thank you.
ありがとうございます。
はい、今回は右側の方をご覧ください。右側のプレスチームの皆さん、プレスの皆さんお願いいたします。はい、皆さんポーズよろしいですか？はい、それではお願いいたします。